日本北海道札幌市西区、小別沢小別沢は北海道札幌市西区にある地名。札幌中心部の市街地から大倉山を越えた西の向こうにあり、かつては番系の一部だった。地名の由来はアイヌ語のクオペであり、アイヌにとっての狩猟の場であったらしい。開拓期の番系はトンデン兵の準備用地として陸軍省から貸与された土地だった。 ところが1894年、日清戦争に、トンデン兵が動員されたため、一帯は、悠久地と化した。そこで、炭焼き妊婦を募集して、生誕を行ったことにより、開拓が主導することになった。1902年頃、7個24人という小部落に、成長し、組織的に取りまとめる必要が出てきたことから、久森宗兵が一体を総括する組長に着任。その後は、 人口の前増に応じ、ブ落を分割して、それぞれに長を置いた。昭和初期までの個別沢は、札幌中心部への往来に2時間以上も、山道を歩かねばならないという、全くの壁地であった。そこで、住民全員の協力のもと、2年がかりで100メートルの素彫りトンネルを作り、1927年に完成させた。これが、初代個別沢トンネルである。 ありがとうございます。